はい、どうも、ナートだよ。今回は、コケコ2個投げホットブラスターを使ってやっていきたいと思います。はい、見ての通りギアはすべてサブインク効率アップギアとなってます。今回の戦法はね、コケコ2個投げながら爆風で敵を追い詰めていくという戦闘スタイルなんですけど、今回の戦法はね、サブインク効率アップ 3.9 じゃないとダメなんですよね。で、サブインク効率アップ 3.9 にすることによって、コケコ2個投げられるだけじゃなくてね、ちょっと見ててほしいんですけど、こう、インク満タン状態から2個投げてから、2回打てるんですよ。これが結構強くて、例えばグレートバリアで、インク全回復してからコケコ2個投げて、こう、敵を追い詰めて、バック2発で倒すっていうのが、結構強くて、まあ、それをね、使って今回は、やっていきたいと思います。それでやっていこう。はい、マッチングいたしました。マヒマヒリゾート&スパのガチヤグラと、さあ編成は寿司リッターホットノーチャスト、さあ頑張っていきましょう。お、いいねこれ。ローラー相手にはコケコぶっ刺さるから、コケコぶん投げまくります。はい、いきます。初動コケコ、コケコザオンラインダブル、コケコザオンラインダブルでいきます。あ、ナイス。なんのほらコケコでね、敵を動かして味方に、なんかいるおるなんかおったいや、マジでびっくりした今。ホラーゲームだったよ今。これ一緒に乗って。オッケー、ナイスナイス。これちょっとインク満タンにしときたいな。インク満タンから突っ込んでいきます。当ってます。オッケーオッケーオッケー。いいよ。ナイスナイス。オッケー、当てる。反応させたい。ポケコはなるべく反応させろ。で、グレートバリアも貯めて4個投げいきます、これ。ぽいぽいからのぽいぽい。ローラーがいます。ナイスこれがコケコ4個。なんかいる。どこにいるのこれ。当たれ。こっからメインでいい。メインでいい。うわ、持ってったけどごめんね。うわ、ちょっと調子乗って。ノックアウトコースだと思ったんだけどな。よし、こっから行きましょう。コケコ4個投げ今強かったな。マジで。結構4個投げで相手の動き完全に封じてたぞ。ちょっと相手の射程長いな。こういう時は落ち着いてコケコを投げて戦況を有利にしていく。デスしないの大丈夫か、やっぱこれちょっとローラー怖いな。ローラーに当てて、 OK、 しっかり直撃当てて、で多分そこにさっきジェッパー割りがいたん でこれちょっとコケコをダブル投入していく。無理か。いや、インク管理むずい。2個投げした後はもうすぐ投げれないことを頭に入れないとな。入れるよ入れるよ。これ多分うざいよ。相手視点がうざそうだこれ。置いた。結構これ実質うまっ一足早すぎだろ。頑張れ。ちょっと油断できないぞ。マヒマヒは油断できないぞこれ。こっから負けたら僕泣いちゃう。落ち着いて投げていきたい。これは落ち着いて投げていきたい。落ち着いてまず1枚やる。こういう時落ち着いてまず人数より作るのが大事。え、それやれると思う。ナイス。オッケー。落ち着き大事。反応させてる。オッケー。いる。ナイス。オッケー。ローラー。ナイス。これはメインでしばきに行きたい。強くね。コケコキルが想像以上に多くて笑っちゃうわ。ウェル。相打ち、うまい直撃。味方の立体化したから許してほしいわこれ。想像以上の強さを誇ってて笑うんだけどこれ。マジ冗談抜きで。ローラーだけ注意。いる。はい。コケコで敵を動かす。コケコで敵を動かす。オッケー。で、すぐサマ乗る。ナイス。うまっ。ロー。やるか。頑張れ。うえ、相手ローラ強い。強いな。相手もちょっと、対応してきたね。俺のコケコに。実質、4対6だからな。これは多分いる。待って、ほんと。ナイス、オッケー。ローラー怖すぎる、もう。ち
正直コケコ関係なし記事に突っ込んでこられるのが一番きついかも。これコケコにビビらないローラーが一番怖いわ。ほらこれあいつずっと絶対突っ込んでくる。あいつ合ってる。オッケーオッケーオッケー。もう相手のローラー立ち回り分かってきたわ。もうコケコ無視して突っ込んでくる。まあ、それはそれでこっちや対応できればキル取れるからな。絶対のローラー突っ込んでくるわ。あれトゥーホンない学んでる。まあ、いいや、コケコ。そしたらコケコっすよ。前でなくなったらコケコですか。オッケー、ナイス。ナイスホップソナ。隠れる。隠れるからの。いる。無理か。ごめん。コケコで。やめろ。よっしゃ見たか。こっち4対6だぞ。4対6だからな、マジで。うん。いる。オッケー。まずは1枚。ローラー怖いの、これ。ローラー怖すぎる。オッケー、任せて。普通にピンチなんだが。普通にピンチで草入る。普通にピンチで草入る。あ、これ普通に負けるやつだ。あ。はい、マッチングいたしました。アマ美術大学のキャッチエリアと編成は寿司宇宙シューター、寿司ホットブラザーと。さあ頑張っていきましょう。エリアになったけど、エリアの方が、おそらくコケコニコ投げ戦法は強いと思う。うん。やっぱエリアに近づけさせない圧があるからね、コケコには。おいおい。開幕2枚投げてからの、あ、これはやれそう。オッケー、しっかりとやっていく。味方と一緒に戦うのが強いね、やっぱ。ブラスターのバック。ブラスターのバックはやっぱキルタイム遅いから。ただ、味方的にダメージを与えるのは比較的容易なんで、コケコ長いからの位置バレたんで、ちょっと位置変えます、これ。降りた。相手の落ちだからちょっと注意だね。射程長いから、あれ。あの武器射程長いから、マジで。びっくりするぐらい。いいんじゃないの、これ。え、マジか。やった。これはやってます。これ、来るぞ。オッケー。しっかり落ち着いていく。一回抜いたい。オッケー。コケコザオンライン。コケコザオンライン多分ダイナモにめっちゃ刺さる気するんだけど。どう？こっからコケコザダブルオンライン強いです絶対。うわ、足場濡れないのマジ？今ので。今の足場濡れてくれよってめっちゃ思うんだけど。ダブルコケコザオンライン。ただの、強いそれは。待って、コケコで。コケコだけでキル取れた時の快感パないんだけど。はい、コケコです。時代はコケコなんです。なんかいる。イカロールでパリーンで避けていく。今の結構ちゃんと狙ったからね。置いてやつやった。いやでもここ押さえときた。ここ押さえときてもらいたい。ここ押さえておくと多分なんとかなる。あれでしょ、これ。なんかいる。バイてない。オッケー。いや、これ塗られそう。死ぬ気で塗られたくない、これは。当たれ！よっしゃ。当ててる、当ててる。ここです。頑張れ、頑張れ。いけ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 。いけんじゃない、これ。うわぁ。打開だ。いや、どんまい、どんまい。いや、ここから頑張ろう。打開も強いから。打開もお手のもんだから。マジ、任せてほしい。まずはタワー上。タワー上クリア。うえぇ、やばい。ちょっと待って、タワー、やばいです、これは。待って、インク足んないです、マジで。ここで使うわけないっす。そこ落としたらでかい。待って、その、いろいろまずいって、それは。えぐい。本当にえぐいって。危なすぎる。グレートバリアでトルネ返された時は終わったと思った。待って。いいよ。もうここ最強だ。最強コケコポジションなんで。はい。はいはいはい。ぽいぽい。これ絶対強い。これ絶対強い。これマジ絶対強い。で、相手がちょっと前出てきたタイミングで、こういって。ん？合ってる。オッケー、任せ。これは完璧すぎるでしょ。ナイス、いけるいける。ねえ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 、カウント進んでるしかも。
しかも関東が進んでるという奇跡、そして安全な場所に、ね、飛んでいくからのからのまた行きますよ皆さん。あっぽいぽいと、はい、ナイス。いやこれ、え待って、エリア強くないかこれ。特に抑えがやばい、アマ美術大学の抑えタワーから投げるコケコ2連投が想像以上に強いわ。はい、ってことで今回はコケコニコ投げホットブラスターを使ってやっていきました。うん、まあちょっとインク管理が難しいんですけど、適切なシーンでコケコ2個投げれればかなり強力なので、ぜひ皆さんもコケコマスターになってください。はい、ってことでもしよかったらチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。また。